ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がアルファロメオジュリア、はい、2018年式4000キロこちらのお車をご紹介させていただきます、はい、で今回ちょっとご紹介させていただくこちらの車なんですけど、はい、4WD ってことで。そうです、 4WD になりますね、はい、現行のそのグレードとちょっと当てはまらない、はい、そうですね、一番最初に、まあ、2017年に出てるんですが、実際これ2018年式なんですけれども、その最初に出た時の、型のお車になってますんで、今ですと、Q4 とかっていうベローチェの Q4 っていうグレードになってるかと思うんですけれども、当時はベローチェの 4WD っていう名前で出ておりました。で、まあ、4WD ですとちょっと、まあ、車の作り上どうしても左ハンドルになってしまってますんで、まあ、この時代のお車左ハンドル見たらもう 4WDってなりますんで、なるほど、はい、他は右になりますから、はい、まあ、それで一つ区別つけられるかなって感じですね、はい、そんな車を今回ご紹介させていただきます、はい、でまずボディカラーからいくと、はい、もう定番というかアルファホワイトですね。アルファホワイトですね、はい、真っ白白なんですね。そうなんですよ、本当にすごい綺麗な白ですよね。結構メーカーによってちょっとこう青みがかってたり、はい、ちょっとクリーム色だったりしますけど、はい、本当に真っ白っていう。そうですね、本当白って感じの白ですよね。でこれメタリックとか入ってない、本当にソリッドの、ソリッドですよね、はい、白なんですね、はい。で顔つきはもう一目でこうパッと見てあるので分かる。う、ね、もうここのグリル、まあ何ですか、防具のあの盾みたいな、はい、うん、グリルになってまして、でまあ紋章というかエンブレムがやっぱり特徴的ですよ ね、はい。そしてバンパーもこのベローチェの、はい、ちょっと専用デザインのバンパー。そうですね、はい、この辺の衣装がちょっと違うんですよね。若干違いますね、はい、ちょっとスポーティーな感じの衣装のバンパーになってて、でさらにこれの上のクアドリフォリオになるとちょっとあのスリットが入ってきたりとか、またさらに変わってくるような感じになってますので、はい、そんな前回りになってます。そしてもう早速横行きましょうか、はい。で今回のお車は18インチ装着ってことで。そうですね、当時、標準の18インチのホイールになってますね、まあ、今だと19インチがこう、そうなんです、19まで今上がっちゃってるんですよね。なってますけど、まあ、全然サイズ的にも見劣りはしない感じかなっていう、はい、ただ僕としては、はい、あの定番の5ホールの、そうですね、はい、そこ行きたかったなっていう、はい、さっき話してましたけど、やっぱりあれがアルファって感じですもんね。そうですね、はい、まあ、その辺は変える楽しみもありますし、そうですね、まあ、純正スタッドレス用意なんかもいいと思いますんで、はい、まあ、その辺、まあ、いじりがいも結構あるんじゃないですか。ありますね。そしてもう1点ポイントとしてはブレーキが黒い、そうですね、4ポットのブレーキになると、はい、ね、今普通あのこちらのお車はあのブラックキャリパーになってますけれども、現在のお車ですとレッドキャリパーになってたかと思います。でも結構この辺も好み、そうなんですよね、あの逆に赤くしちゃうとその部分だけ浮いて見えてしまったりすることもあると思いますので、まあ、もちろんあのうちお得意のキャリパーペイントとかで赤にしたいということがあれば赤にもできますので、はい、まあ、いろいろご相談いただけ、はい、ご相談いただければと思います。でこのコンパクトなボディにこのブレーキですよ、はい、はい、そうですね。で車的にはだって C クラスよりちょっと短いぐらいじゃないですか。そうですね、はい、なんかちょっとこう車格以上というか、なんかこう、そうですね、で意外と、まあ、ちょっとこちらのお車は 2000cc 直用のターボなんですけど、一応280まで出てるんですよ。でまあ、一番上のクアドリフォリオが510馬力という、まあ、すごいハイパワーなんですけれども、まあ、まあ、もちろんそこまでではないんですけど、乗っていただくと分かるんですが結構いいですよ。あ、本当ですか、はい、でちょっとあのメーカーがなんかやりたいことをやってる感じしますよ ね、はい、本当にちょっと刺激的な走りができそうな、そうですね、乗ってみたいと思います、はい、そしてどうしましょう、横行きましょうか、はい、ウインカーにミラーにウインカーなんかもついてて、はい、はい、でこのベローチェになるとこの窓枠が黒くなってますね。そうですね、ブラックアウトされた形になりますね。本当にメッキパーツ少なくなって、はい、全体的に引き締まった印象で、そうですね、こんな感じで、でちょっとこの辺もなんか特徴的なデザインなんですよね。そうですね、なんか一筆書き、一筆でこうこう行くようなって書いてある、はい、デザインになってますね、はい、そして後ろもまあ、対抗じゃないですけれども、はい、片押しのキャリパーですけど、しっかりアルファのロゴも入ってたりなんかして、で結構これ見えないところもすごいんですよね。そう、見えないところがすごいかもしれないです、逆に言うと、はい、まあ、メカ的にこうフロントのアクセルサポートが全部アルミだったりとか、はい、ちょっとこう、そうですね、フェンダーとかボンネットとかドアとかもですからね、通り過ぎてますけど、はい、このドアのアウターパネルとか、はい、フェンダーとか全部アルミっていう、はい、これそうですね、なかなかないですよね。そうですね、はい、これ特殊なモデルとか、はい、なんか本当にトップグレードだったら分かりますけど、はい、
通常ラインナップじゃないですか。まあ、そうですね、まあ、中間グレードでもありますんで、そこまで必要あるのかなっていうところではあるんですけど、気合がなんかちょっと違いますよね。垣間見えますよね、はい、ただちょっとぶつけた時に、そうですね、修理代は少し高くなってしまうのかなっていうのは、僕ら的にはちょっと心配な、ちょっと心配なところですけどね、はい、そして後ろ行きましょうか、はい、後ろ、あ、伊藤さんここ知ってます？これえ、これがなんかちょっと特徴的なラインらしい、はい、確かにそうですね。これがなんかその風洞実験に入れて、はい、要はここに切り欠きがあると空気抵抗がすごく良くなるっていう、はい、あ、じゃあもう流れが良くなる感じなんですね。でここあえてこうちょっとこうやってる、通常なんかこういうところってこう渦ができてとかっていうじゃないですか、まあ、そういうのを整流するような感じなんですかね、はい、だからその辺もちゃんとこの考えられてるエクステリアになってるんですね。そしてテールはエンブレムレスになってかなりすっきりした。そうですね、もともとジュリアっていうグレード名が入ってるんですけれども、まあ、それがちょっと外されてる、はい、状態になってます。なんかおしゃれですね。そうですね、はい、まあ、本当にまあちょっとイタリアンなおしゃれ親父が乗ってそうな車ですよね、はい、そしてマフラーが2本出しのタイプになってて、はい、なってますね、はい、でこの辺もなんかこう大げさじゃないですけどちゃんとディフューザー形状になってるんですね、はい、下回りなんかも結構カバーされてて真っ平らで、だから随所にこうちょっとアルファのこうなんていうのこだわり感じますよね、はい、エクステリアもこんな外観になっております。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、この辺はスマートキー的なものが、そうですね、はい、スマートキーついております、はい、こんな感じで、これは内装はちょっとおしゃれな感じの、またそうですね、今ちょっとカラーリング的にはこのタンというお色が設定がないんですけれども、まあ、当時このタン、ブラックという形の2種類でやっておりましたので、まあ、現行ちょっと赤と黒というところでちょっとおしゃれにこうシックにという方はちょっとこのタンのお色すごくおすすめです、はい、逆にこう中古車しかないわけですからね、選べないような状況ですね。ちょっとおしゃれな内装でシートもダッシュボードも、ちょっとドアからいきましょうか、はい、ドアなんかはこのアルミ調の部分が結構使われてて、でこのアームレストのところだけレザーなんですかね。そうですね、ここだけレザーになってますか、ね、ここもレザー、あ、違いますね、ちょっと違うと思いますね、違いますね、はい、なるほど。でブラウンのステッチが入ってて、でハーマンカードンがハーマンカードンこのグレートだと標準ってことで、はい、標準になってますね、はい、14かな12かな14ですね14ですね、はい、はい、14スピーカーのものになってると、こんな感じのドアになってて、でシートはこれもあれですよね、はい、上級グレードの、そうですね、はい、スポーツシートということで、ちょっとステッチなんかが特徴的な、ね、あとサポートなんかも結構しっかりしてますし、そうですね、結構張り出し大きいですね、張り出しが大きくて、でちょっと座面なんかもやっぱりスポーティーでちょっと固めの、はい、設定になってます。で今結構ダイヤモンドステッチだったりだとか、はい、縦のラインなんか多いですけ ど, 多いですけど、ね、横だとなんかちょっとこうクラシカルな印象も印象になりますよね。シート自体もちょっとおしゃれですよね。そしてステアリングもこの革張りの、そうなんですよ、ただこれちょっと面白くて革と布のコンビになってるんですよ。あ、内側はちょっと布、はいはい、ちょっと触っていただくと分かると思います、後で、はい、そしてこのパドルですよ、パドル、はい、アルミですこれあ、本当ですね、アルミ で通常ですとステアリング側についてるケースが多いんですが、多分コラム側についちゃってるのでちょっと大きめにしてこうハンドル回してる時もある程度操作できるようにっていう意図だとは思うんですよね。もう本当にこのままなんかこの他のイタリア車にも通じるような、そうですね、感じですね。だからなんかちょっと車のこのシンプルな外観からすると随所になんかちょっとこうブレーキだったりシートだったりこのパドルだったりとか、そうですね、ちょっと詳しくないとこうミスマッチにも見えちゃうぐらいの、見えちゃうぐらいな感じになってます。なんかパーツがいろいろついてます、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。板尾さん、これちょっと下見でも言いましたけど、これがあれなんですね。そうですね、はい、ちょっとこれルーフをつけるオプションの、そうですね、やっぱりキャリアをこう止める時のため の, ネジ穴っていうんですかね、なってますね。これ剥き出しになっちゃうんですね。そうなんですよ、はい、普通ちょっとこういうところがイタリアンです、はい、イタリアンだ、細かいところは気にすんなよと、はいはい、そういうことだと思います。僕日本人的にはこれちょっとキャップかなんか、そうキャップなんでもいいんでちょっとつけておいてくれたらいいかなって感じですよね、はい、ただオプションでそのルーフレールとかっていうのが、はい、バッチリつけられる、つけられますね。ちょっと乗ってみたいと思います、はい、よいしょ、よいしょ、お願いします。伊藤さん、硬いです。硬いんですよ、はい、そうなんですよ、かなりしっかりしてます。シートがですね、もうめちゃめちゃ硬い、硬いですね、本当にスポーツシートって、そうなんですよ、クッション性がほとんどないです。もう座面も、あ、でも座面は、はい、
少し沈みますよね、はい、横のサイドサポートなんかは、はい、かなりしっかりしてますよ、はい、ただおかげでもう体が一切こう、そう、はい、振られることもあんまりないんじゃないかなと思いますね。そして調整自体は6ウェイですかね。そうですね、はい、上げ下げと前後とリクライニングと、あとまあサポートも確か動くはずですね。あ、ランバーサポートも別に調整がついてると、はいはい、ちょっとこれは他にないシートの感覚ですね。そうですね、どっちかっていうと本当に車外のセミ化けのシートに近いような、それぐらいの確かにそうですね、はい、そしてハンドルは先ほどもちょっと触れましたけどこんな感じです、はい、あ、確かにちょっとそうなんですよ。あ、そうですね、はい、布っていうかなんかちょっとビニール地みたいな、そうですね、パッと見革かなと思ったんですけど触っててあれおかしいなと思って、確かに、はい、ちょっと合皮でもな い、ね、ちょっとビニール地のものがちょっとこう、あ、なるほど、こういう感じなんですね、はい、そうなんですよ。でステーリング全体ちょっと細めですかね、特に上が細いですね、はい、そして横下がちょっと太くなってるって感じです。そしてこの辺、まあ、オーディオ操作系のものだったり ACC の操作だったり、そうなんですね、その辺もついてるんですよね。そうなんですよ。でさらにあのこのスタートボタンがステアリングについてるって、確かにかなりスポーティーじゃないですか。確かに、はい、そういうとこですね、はい、こんな感じになってると。そしてメーターはもう言っちゃったらもう他のドイツ車なんかも採用してるもう定番のレブカウンターとスピードメーターとインフォメーションという感じですね。こんな感じのメーターになってます。これメーターもちょっと嬉しいですね。そうですね、フードがこの大きいフードが飛び出てて、はい、ただメーターのこの全体的なフード自体はそんなに高くないんです。高くないですね、だそんなに視界を遮らないっていう、こんな感じのメーターになってます。そしてこの辺がライト関係ですかね。ちょっと他の本当に国産車同士だと、はい、ちょっとこう当てはまらないところが結構いろいろあるんで、そうなんですね、はい、だスイッチの操作なんかは、まあ、全部一緒ですね、あの基本一緒になってますかね、はい、そして謎のこのへこみ、あれですかね、もしかしたらそこに小物入れ的なのがなんか本国とかであったりするのか、あったのかもしれないですよね。ごめんなさい、ちょっと分かんないです。ただこの辺がちょっとイタリア車だなイタリアっていう感じです。そのままにしとくんかいって感じですよね、はい、そこ でも細かいことを気にしちゃダメなんですね。そうですね、はい、イタリア車。そして気になるナビゲーション周り、はい、はい、オンにしてみましょうか。あ、なるほど、ここが全部画面かと思いきや、そうなんです、そうなんです、ここの画面が 8.8 インチですね。でこれがちょっと特殊で、もう基本的にスマホをつないで、はい、そうですね、あの連携をしていただいて使っていただくインフォテイメントシステムになってますので、まあ、今言うコネクト関係の、ナビというか、まあ、ディスプレイになってしまってます、はい、なのでオーディオだったりナビゲーションだったりはもう基本的にスマホそうですねものを使うようなイメージ で、はい、でまあ、Apple CarPlay とあとは Google でしたっけ、はい、が使えるような形になってますかね。なるほど。で車両のこの辺ちょっと確認できたりとか、はい、はい、そんな感じでございます。で本当にナビ設定とかないわけですね。ないです、ないです、はい、もうメディアに関係、メディアに関してはもうラジオと、はい、こっちのメディアだけ、そうですね、はい、はい、こんな感じのナビ周りになってます。これでも逆に割り切ってていいんじゃないですか。そうですね、なんかもう中途半端なものがついてて使えないよりかは、そうなんですよ、はい、最近の方割とやっぱりもうスマホがメインで、まあ、うちなんかもよくあると思うんですけど後から後付けで付けられてるじゃないですか。なのでもう正直十分なのかなと思います。確かに、はい、結構もうスマホをなんていうんですか、オーディオナビゲーション代わりに使われる方も多いですから、はい、その辺が慣れてると多分違和感なく使えると思いますね。入っていけるんじゃないでしょうか、はい、あとエアコン周りに関しては当然のデュアルゾーンで、はい、そうですね、はい、でシートヒーターなんかは、はい、ついてます。ついてるんですね、はい、おまけにステアリングも、え、ステアリングヒーターもついてるんですね、はい、装備いいじゃないですか、はい、装備いいんですよ。ちょっと舐めてましためちゃめちゃ失礼な話ですけど、はい、そうなんですよ。いやでもなんかピンとこないじゃないですか、アルファロメオって言われても。そうなんですよね、はい、正直そのグレードもちょっと、もう本当にアルファ乗られてる方には大変恐縮なんですけど、はい、本当に僕、はい、ベローチェって言われても、はい、どこのグレード、うん、って感じですよね、はいはい、でこんな感じでドリンクホルダーもついてて、はい、でグローブボックスの中は、はい、こんな感じで少し小物入れと USB と AUX と違うと、こんな感じですね。でこれあれなんですね、現行だとここに、はい、あの
置くだけの充電が ありますね今、はい、ついてるんですね。で電動のサイドと、はいはい、であと気になるペダル周りに関しては少しこう外側ですかね、ちょっとトンネルの関係もあるんで、はい、ただ全然違和感はないと思います。あ、でも全体的にそうか、ハンドルも少しちょっと外側かもしれないですね、はいはい、少しこう外な感じかもしれないです。ペダルもそこ外な感じ、ただ全然違和感はない。大丈夫ですか、はい、フットレストも大きいし、はい、ペダルもドセンターだしそんな感じはしないです。そして上行きましょうか。はい、はい、でピラーなんかはこれ一応ファブリックなんですね。ファブリックですね、はい、こんな感じで、でバイザーなんかもこんな感じになっております。はい、そしてミラーはあのちょっとクライスラー系を感じました。そうっすか、はい、フィアットクライスラーグループだなって、そうですね、はい、感じを感じます。そしてこんな感じのルーフになってます。じゃあリアも見てみたいと思います。はい、リアもこんな感じで全体的にフロントのシートの衣装に似せたリアシート で装備的にはリアドアは、あ、一応ツイーターなんかもついてます。ついてるんですね、はい、こんな感じのリアシートでちょっと乗ってみたいと思います。よいしょ、今僕がちょうどいいぐらいにして座るとこんな感じです。はい、どう言っていいかって感じですよね。そうですね、そうだ、どう言っていいかって感じですよね。ちょっとこう普通の国産車ドイツ車とまたちょっと違うポジション、はい、違いますね。なんとなくこう床が高い気が、はい、気のせいですかね、少しここが浮くんですよね。そうですね、ちょっとこの辺がこう浮いてくる感じで、あとお尻が下がってて、ね、っていう感じですかね。他の車よりかもなんかこう膝がちょっと上に上がる感覚がします。そしてこの辺割とスペースはあって、はい、足元もそんなにタイトじゃないですね。あの窮屈感はあんまりないのかなっていう気がしますね。ただ後ろも硬いっす、はい、そう固めなんですよ。これがどう出るかですね、長距離の時とかに、はい、これちょっと正直言うと本当に長距離の時とか少し疲れちゃうかもしれない。そうですね、はい、あとはあのお好みも多分柔らかめが好みの方と固めがいいっていう方といろいろいらっしゃるんで、はい、ちょっとこの辺は実際に触る機会があれば、ね、はい、触っていただけたらいいかなと思います。ただいいんですよ板子さん、はい、おしゃれは我慢なんです。そうですね、はい、あのおしゃれに乗るならもう我慢です全てを。 そしてアームレストはドリンクホルダー2つと小物入れなんかはない感じですね、はい、ないですね、はい、ただでもレザーの質感とか全然いいんですよ、はい、いいですよね、はい、本当に私もそう思います。しっかりめの、はいはい、なんかもうお財布、イタリアンレザーのお財布みたいな。そうですね、はい、なんかだからこれ痛みとか長く乗ってったらどうなのかなっていうのがちょっと僕らも気になってるんですよ。結構こうパンと張りのあるシートになっていて、結構あの他のメーカーさんのお車ですやっぱりサポートの部分とか体重かかる部分とかって結構こうシワとスレッドっていうのが大きいんですけど、まあ、正直ちょっと私ではあんまりアルファって入ってこないじゃないですか。でそういった経過を見てないのでどうなるのかなっていうのが一つちょっと興味ありますね。でもこれだったらちょっとこの耐久性もありそうな気がします、はい、すごくありそうな気がして。 BM なんか結構レザーしっかりしてるじゃないですか、はい、だから結構こう年式と走行の割にはシートなんかしっかりしてるのが多いですけど、はい、確かにそっちの傾向になりそうになるのかなっていうイメージもあるんですけどね。確かにでも本当にでも使い勝手というか、はい、使い方によってはその耐久性の部分で重要じゃん。重要ですね。こんな感じのリアで、で後ろはエアコン吹き出しだけと USB が、USB が入ってますね、はい、ついてます。こんな感じで、で後ろの居住性に関してはルーフ少し低いですかね。シートがそうですね、どんな感じですか、ね、あのまあ、僕は全然、はい、まあ、全然というか、まあ、あのまあ余裕ない方ではないですよね、はい、拳1個ギリギリって感じですね。そうですね、ただこう脇っていうんですかね、こうちょっと絞り込まれてる感じがあるので。確かに B ピラー寝てますね。ちょっとそうなんですよ。なんでちょっとこう例えば外側に例えば肘かけての乗ったりとかすると頭当たっちゃったりするのかなっていう感じはしますけれども。確かに、あ、B ピラー寝てるんで、はい、ちょっとこうルーフがこっちに内側に入ってるようなイメージですよね。そうですね、そんな感じは受けます。ちょうど今車内をこうカメラで撮ってるとなんとなくこのこうなってるのがそうですね、曲線というか、はい、見えてくるんじゃないかなと思うんですけど、伝わるかと思うんですけど、こんな感じの内装になってます。はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います。はい、はい、
まあ、定番のここで開ける感じで。そうですね、こちらで開けてください、はい、そしてトランクは意外に広い。はい、奥行きも結構あります。なんかこう車コンパクトなんで、はい、もっとこう狭いというか、はい、タイトなトランクルームを想像してたんですけど、はい、意外とあるんですよね。でこの足もだって一番こっちまですもんね。そうですね、来てますね。開口部も広いし、はい、奥もありますね。そしてこの下は、こういう感じなんですね。そうですね、ちょっと工具というか、なるほど、はい、そういうスペースになってます。これ下もあったら最高ですね。そうなんですよ。で多分この下バッテリーとかが入ってますので、なるほど、はい、まあ、そういったまあ保護の目的でもあると思いますが、ちょっとこう隠されちゃってますね。横と奥は結構ありますね。そして倒せちゃう。倒せます、はい、これいいですね。そうですね、トランクスルーやっぱりあるとないとじゃ全然違いますからね。使い勝手こうドイツ御三家と戦えるんじゃないですか、ね、そうですね、はい、こんな感じのトランクになっております。はい、じゃあ続いてボンネット見てみたいと思います。はい、やりましょうか。大丈夫ですか。あ、すいません、はい、やってきました。はい、さすがにあのクワトリフォリオみたいな、ちょっと桁違いではないですけど、はい、そうなんですよね、はい、しっかり直四ターボ、直四ですね、はい、280馬力、はい、ただもう280馬力このコンパクトなサイズですから、はい、なんかもう十分以上というか。そうですね、あと実はトルクが 40.8 キロあるんですけど、その最大トルク出るのが2250回転で出るんですよ。なので本当に常用のこの息で出るので、走ってみるとちょっとやっぱりそのなんていうんですかね、使いやすさというかっていうのも体感できるとは思います。はい、そしてなんかエンジン少し高いですかね。高いですね、なんか上の方に来てるイメージがありますよね。そうですね、カバーどうこうじゃなくて、はい、だってヘッドのこのカバーなんかもこの辺ですからね。そうですね、はい、ちょっと搭載位置が少し高いのかなって。あと後ろ寄りっていうんですかね、ちょうどこの軸、そうですね、そうですね、軸こここんなに空いてますもんね、はい。でまあ、実際なんですかね、比率が、前側が820で後ろが810ってほとんど50対50の、はい、なってるんですよ。そういうあれもあってちょっと後ろに寄せてるのかもしれないんですが、はい、こうもうアルファロメオが何も考えずに搭載するはずがないですから、ね、そうですね、はい、多分こだわりを持ってこの位置なんだと思う。だと思います。でフロントのアクセルサポートなんかもしかしたらちょっと見えないかな。もう全部アルミなんですよね。そうですね、だからなんかもうこの車のなんかこう細かいところ拾っていくと、ものすごくなんかお買い得な車になってません？だと思います、はい、ですよね、はい、こんなにこだわっちゃうのに。お値段の割にはこだわりが詰まってるかなと。そうですよね、はい、装備なんかも思いますね。ただところどころこうちょっとこうやっぱりイタリア車だなってそうですね、ワイルドさも普通ちょっとこの辺こう隠れててもいいのかなっていう気がする部分がこう、そうですね、何もされてないっていう、はい、違うんですよ、細かいところは気にしちゃダメです。そうです、とりあえず見えるところをおしゃれにしてって感じですかね、はい、あとはもう肝心なのはやっぱり車走りですから。そうですね、そこですね。ちょっとこの後乗ってみたいと思います。そうですね、はい、続いて前頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。では参りましょう。はい、行きましょう。これこっちいつもと違う道にしましょう。行けますよ。そこで、そうですね、行けますよね。はい、大丈夫です。これあれですね、パドルでそのまま停車中にドライブ入れられるんですよ、ね、はい、で両引きするとニュートラルになるんですよ、ね、はい、ちょっとなんかはい、フェラーリチックな確かに感じですかね。バック入れられれば一番良かったですけどね。そうですね、そうするともう手元で全部済んじゃうんですね。確かによいしょ。そしてエンジンかけるときにちょっと思ったんですけど、はい、結構このエンジンの鼓動を感じますね、はい、そうですね、ブルルンってこうまあちょっと振動というかしますよね、はい。そして今回この車、はい、ブレーキがあれらしいですよね。あのブレーキバイワイヤーって言って、はい、
その油圧のラインでそのままキャリパーまで行ってるやつじゃなくて、はい、ここでその動力を見て、はい、それで油圧を変化させるんですか。ごめんなさい、それは知りませんでした。だからそのブレーキから戻ってきたその振動とかないし、はい、もうそのドライバーが操作しきれないところまで車がやってくれる、やってくれるっていう、あ、完璧ですねみたいです。一回何でしたっけ、ステルビオの、はい、クワドリですか、はい、はい、で乗った時踏んでみたんですけど、はい、全然違和感ないですね。あ、本当ですか、はい、じゃあもう本当に普通に意識せずにできる感じですね、はい、ちょっとあんまりこう乗る経験がないんで。そうですね、でも今回正直に行きましょう、はい、そうですね、はい、正直に行っていただいて、はい、今ドライブモードは あれですね、はい、ちょっとあの燃費にいいアドバンスドエフィシェンシーに、はい、してるらしいです、ね、この DNA がいいですよね。そうですね、はい、確かに DNA ですね、はい、ちょっと燃費モードからで、ちょっとあの店内でかけた時はレスポンスがちょっとマイルドすぎてびっくりしちゃいましたけど、はい、ちょっとその辺はまた多分走っていただくと走ると違いがあるんじゃないかなっていう、はい、何せこうドイツ御三家よりかも触る機会少ないじゃないですか。いや圧倒的に少ないですよね、はい、で街に走ってる台数も少ないじゃないですか、はい、少ないですね。だから意外にっていうとなんかアルファノーリーにすごく失礼だし、そうなんですよね。じゃあ分かるでしょみたいな感じで説明しても、はい、いや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 ってなっちゃうんで、そうそう、あんまりちょっとアルファのレビュー難しいところでありますけど、そうですね、僕なんかもう詳しくないので、はい、こう突っ込まれちゃうようなことを言ってしまう気もするんですけれども、はいまあ、結構アルファ好きな人は本当好きですからね。いや好きな人は好きですよね。教えてもらいましょう。逆にそうですね、はい、教えていただけると助かりますね。乗り味は、はい、あ割と乗り心地悪くないんですけどしっかりしてますね。しっかりしてますね。かなりしっかりめの乗り心地ですね。あーでも、はい、タンタンっていうタンタンって言ってますね、はい、固めは固めですね、はい、固めですね。ただ全然乗り心地悪い感じではないです。ないですね、はい、なんですかね、確かに足はこうしっかり硬い感じなんですけど、そういう感じなんですね、まあ、あんまりお尻に来ないというか。確かに確かに確かに、なんか車外の足回り入れて硬いとかってそういう感じじゃない、感じじゃないですよね。しっかりしてるスポーティーな足回りです。でステアリングは僕、ね、なんとも、はい、私は手ちっちゃいんで、はい、あの太さ的にはすごくフィットするんですよ。あ、はい、僕ちょっと細すぎるなって思います。あ、そうなんですね。特にこの辺がすごく細いですよね。そうですね、すごいこう本当にギュッ握れちゃうって感じの、はいはいはい、そしてブレーキは本当に踏む機会はちょっとまだないですけど。そうですね、普通です。で今燃費モードなんでアクセルも、あちょっと待ってください、結構パワフルかもしれない。意外とそうなんですよね。ちょっと早速モード変えていいですか。どうぞどうぞ。はい、いいですね。あ、ブレーキやっぱりあれですよ、名前が出てこない何でしたっけ、なんとかワイヤーですか。ステルビオみたいに、あ、ステルビオ、はいはい、全然こう違和感ないです。ないですか。うわ、結構アクセル好きですね。そうなんですよ、はい、さっきの、まあ、排気音聞いてもらいましたけど、あの時本当僕グワンって踏んでるのにボボボボボボみたいな感じでしたけど、ちょっと大丈夫かなと思っちゃう。そうなんですよ、走ると全然違うんですよね。うわ、これ結構なんていうんですかね、他にない感覚っすね。ですね、そうですね、エンジンもそうだし振動もそうだし、はいはい、なんだろう、感じます。そうなんですよ。で、もともと以前ちょっとあのうちでクワドリフォリオをちょっと販売したことがあったんですが、はい、それちょっと乗った時に、まあ、510馬力さすがで、あれやばいっすよね。そうそうそう、 FR じゃないですか、何これっていうような車だったんですけど、まあ、それのこう下で280じゃそうでもないのかなと思って乗ったら結構すごくて、もう本当これでいいんじゃない、十分じゃないっていうふうな、同じ匂いを感じます。そうなんですよ、あそこまで過激じゃないですよ、はい、あのバランス、僕ステルビオのクワドリフォリオしか乗ってないんですけど、はいはい、あのバランスの悪さそうですね最高ですよね。そうですね、うわーと思って、いやこれ好きな人は好きなんだろうなという感じですからね、あれ。いやもう極端にああいうちょっとなんかメーカーのこうキャラクターつけた車楽しいですよ。そうですね、絶対楽しいですよ、はい、やっぱ万人受けする車も万人受けする車でいいですけど。そうなんですよね、
やっぱちょっとあそこまで突き抜けてくれると楽しいですよね。個性の詰まった車楽しいですよ、はい、ちょっとまだこの車の本領を全然発揮してないですけど。そうですよね。ただでもこう普通にも本当全然乗ってていただいて、まあ、本当に普通に運転できちゃう車ではあるの でこれ僕予習でびっくりしたのが、はい、この装備の充実具合。あ、そうですね、はい、ついてるもん全部ついてる。 ACC はついてるし、はい、だって自動のブレーキもついてるし、はい、そうなんです。もう全部ついてるじゃないですか。今時欲しいものが全部付きですね、はい、でステアリングヒーターにシートヒーターに、はいはい、うわこれないのかよっていうのはほぼない。ないですね、ないですね。なんせこう触る機会が少ないとその辺未知数。そう、わかんないですよね。え、これついてんのと思ってびっくりしましょう。あ、ちゃんとあれですね、はい、ナビ使ってましたね。あ、ちょっとナビが使えるかどうか、はい、刺してみましょう。あ、そんな噂をすれば前からジュリアが一応こう少しだけ280馬力の片鱗を。あ、全然超パワフル。そうなんですよ、超パワフル。意外と速い。意外とそうなんです。速い速い。いや、さすがにもうなんていうんですか、クワドリフォリオみたいなバキューンみたいな感じじゃないですけど、そうなんですよ。これ速いっすね、はい、だからね、全然。え、しかもなんかやっぱりすごくなんかこうエンジンを感じます。そうですね、感じますね、感じますね、はい、振動もそうだし、はい、音もそうだし、はい、最近こう作られてる音がスピーカーから聞こえてきたりするじゃないですか。しますね。そういうのないですね。ないですね、はい、もうメカの音と、はい、マフラーの音と、ちょっとやっぱり中で聞いてたのレスポンスと全然違いますね。違いますね。こういう感じなんですね。そしてナビはこんな感じで Google の Google マップがそのまま使えちゃうって。さすがにタッチではないんですよね。タッチじゃないんですよね、はい、コマンドでこう操作していただく感じになりますね。ああ、こういう感じですね、はい、あ、ちょっとこれどうする。これダイヤルで回すと多分、あれ違うかな、これ。あ、こういうことですね。ちょっと操作性はちょっと若干そうですね、使いづらかったりするかもしれないですけど。そうですね、この辺はちょっと慣れっていう感じですかね。せめて十字キーは完全にこれと一体化してほしかったですね。そうですね。ああ、そうですね。この縮尺の変更もダイヤルと連動してほしかったですね。まあまあこの辺は、まあ、使ってらっしゃればきっと。そうですね、はい、でオーディオ関係と、はい、その辺がそのまんまスマホのものが使える。使いますね。回すと、あ、こうなっちゃいますね。意外とこの画面が私は好きです、ね、ああ、なるほど。Google マップ見やすいですもんね。見やすいですね、まあ、あと誘導関係に関しては一応カープレイにつなぐと車に使ってるっていう認識になるんで、はい、あんまり極端に細い道なんかは誘導しないらしいです。あ、そうなんですね。ただやっぱりその純正なナビゲーションなんかと比べると、はい、ちょっとこう誘導にこう、あ、そっち行くのみたいのは、ここ入ってくるのってありますもんね。なくはないみたいです、まあ、その辺は各メーカーよし悪しある、ありますからね、まあ、カープレイ最強なのは更新不要ってことですよ。そうなんですよ、はい、常にね、その時その時の道路状況になってますから ね。いやー、このこれですよ、この出足の良さ。そうなんですよ、びっくり。だからこれはちょっと好み分かれますね、本当に。だと思います、はい。もう内装もそんなに言うてそんなに豪華じゃないじゃないですか。そうですね、はあ、必要なものついてますけど、はい、ちょっとおしゃれっていうところで。そうですね、あれですけど、おしゃれとこの走りを楽しめるところ、楽しめるというところですかね。そこに魅力を感じてくだされば、はい、こんな車他にないんじゃないかな。そうですね、なかなかちょっと同じような車ってないですよね。考えてもないですよね。いや、これいいっすよ。だってこれカーボンのプロペラシャフトらしいですよ。すごいっすね、カーボンプロペラシャフトですよ。 BM ですら M とかの特殊なモデル、はいはい、ならないとあれですからね、はい、ついてないのに。アルファは何を考えてるのか。車両本体確か600弱ぐらいだったと思うんですよ。いや、それでこんだけアルミ多用してて、はいはい、すごいっすよ。やっぱコスパいいですね。コスパいいっすよ、この装備で。
ただやっぱり内装のその質感とか、そうですね、ちょっと車全体のその質感とか、はい、まあ、そこの辺でバランスを取ってるって感じですかね。そうですね。だからもうイタリア車がこういうもんだって分かってないと、はい、ちょっとこう、そうですね、あ、こうなってんのかと思っちゃうんですけど、はい、でもそれはでも別に他のイタリア車にも言えることじゃないですか。そうですね、一緒ですもんね。いや、全力でこう体全体でこうイタリアを体感できます、はい、いや、この走りの良さはびっくりしましたよ、マジで。そうなんですよ、意外とレスポンス良くて、だって車軽く感じますもん。軽いですよね。これいいな。応答性とかもいいですよね、ステアリングこう切ってグッと曲がるっていうか。そうですね、ステアリングレスポンスいい、もういいですよね。街中走ってるだけなんであんまり派手なことできないですけど、ちょっとこう踏みたくなる車ではありますね。確かに。ワインディングとかちょっと、そう、ちょっと行ってみたいですよね。これいいな。だからちょっとこう、なんつうんですかね、おしゃれなのがいい人とか、はいはい、はい、そうですね、人と違うのがいい人とか、そうですね、そんなには多くないですから、やっぱりちょっと BM、メルセデス、アウディはっていう方にはいいんじゃないかなっていう気がしますね。意外って言っちゃうんですね。いや、走りの際びっくりしたっすよ。速いし、まあ、あのほら食わず嫌いじゃないですか、あんまりないですからね、うちの場合。そうっすよね、うん、もうどうしてもなんていうんですか、こうディーラーが少なかったりするんで、はい、ちょっとそのアフターサポートとか、そうなんですよ、ちょっと心配な面があったりとか、ね、まあ、あとそもそもの触れる機会が少なかったりしますけど。そうですね、やっぱりいいっすよ、まあ、あとはそのエクステリアのデザインじゃないですか。はいはい、そうですね、デザインですね。見嫌いあるじゃないですか。そうですね、カメラマンもナンバーこの位置って言ってました。そうですね。そこですよね。そうですね、ちょっとデザイン上あそこしかなかったのかなって感じもするんですけどね。確かに下がっちゃいますからね。そうなんですよ、グリルが潰れちゃったりすると。でもあれのグリル隠しちゃったりなかったらアルファじゃないですか。アルファじゃないんで、そこですよね、やっぱり。そうですよ、ね、いや、走りいいなこれ。ミッションも結構頭いいっすよ、発足。ZF 製発足オートマスからね。そうですね。確かトルコンですよね、これ。そうっす。はい、あのザックスの親会社 ZF ですよ。ああ、そうですね、はい。はい。超巨大サプライヤーですから、その辺の信頼性は間違いないんじゃないですか。バッチリですね。はい、いやー、ジュリアいい車でしたね。よかったです。いや、なんかもうすごくこうバランス取れてるとは言わないですけど。はい。はい、ちょっとね、好きな人にはたまらない感じです、ね、そうですね、あんまり紹介する機会がないのかなというところで、ね、今日ちょっとこれ選んでみたんですけど。いや、結構皆さん食わず嫌いも多いと思いますよ。そうですよね、絶対多いと思います。ちょっと一回乗ってみたら面白いよっていうところのこうご提案かなっていう感じですね、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。最後になりますけれども、はい、買い取りもまだまだ強化中ということで。はい、どんどん買い取りたいです。はい、まあ、いろんな車種。そうですね、まあ、車種問わず、お話しいただければ、見させていただきまして、まあ、お客様大切に乗ってたお車なので、なるべく高値で買わせていただければと思いますので、よろしくお願いします、はい、ぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はアルファロメオジュリアをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。